ピアノ競争曲編補調調 WOO4 は、ルートビヒ版ベートーベンが1784年に作曲したピアノ競争曲。ベートーベンの他のピアノ競争曲よりも先に作曲されたため、ピアノ競争曲大0版と呼ばれることもある。1890年に初めて出版された。作曲当時ベートーベンは13歳であり、この曲は彼の初期作品の一つに数えられる。 現存する楽譜のタイトルには、ピアノフォルテもしくはチェンバロのための競争曲と記されており、12歳で作曲したと書かれているが、これは父ヨハンによる偽証である。今日では、ピアノパートの奏庫のみが現存しており、還元楽に関しては奏庫にピアノパートが、休みの時の前奏、間奏、構想のピアノ用の書き込みが見られるのみである。これらのオーケストラパートには、 フルートとホルンのパート、そしてトゥッティが書き分けられている。このオリジナル版については、現在ヘンデ社から工程版が出版されており、オンライン上で全曲を見ることができる。現在この曲を演奏するためには、オーケストラパートを編曲及び保湿しなければならない。演奏の機会が少ないため、主要なレパートリーとして人気を勝ち得るには至っていない。管弦楽部を保湿した版としては、 スイスのベートーベン研究家、ビリー・ヘスによるものが知られる。1934年に第3音楽章がオスロ放送還元楽団及びバルター・フライの独創により初演され、全曲版は1943年6月にポツダムでエトビン・フィッシャーの独創により初演され、出版された。ヘス版では第2.3楽章の集結部が過筆、変更されている。 この他にも、オランダのピアニストロナルド・ブラウティガムによるもの、ボストン大学のジョン・ミッチェルによるもの、ハワード・シェリーによるものなどが存在する。ミッチェル版では、第2.3楽章の集結部が、奏功本来のものに戻されている。奏功の記述から、以下の通りだと判明している。この競争曲は3楽章制である。この曲が演奏される場合、オーケストラパートが、 番ごとに異なるため正確に全体像を記述するのは困難である。しかし一般的にはベートーベンが後に支持するフランツ・ヨゼフ・ハイドンのような18世紀後期の古典派の様式を踏襲していると言える。ヨハン・クリスティアン・バッハの影響を指摘する声もある。第一楽章のピアノパートは急速なスケールを主に用いている。感情楽章でも様式はほぼ同様で。 非常にありふれたアルペジオや装飾音系が見られる。修学賞は陽気な主要主題を持ち、非常に急速に、第一学賞同様にスケールを基本としたピアノ処方で書かれている。全学賞のコーダの直前にはカデンツァが指定されている。演奏時間は約27分。ベートーベンワークス、ハット ABC ベートーベンズピアノコンセルトイニー。 フラット WOO4、A ピアノリダクションオブザフルオーケストラルスコアベースド、オンジョン・シンダー・ミッチェル、S リコンストラクション、AB ルートビヒバンベートーベンピアノコンチェルトイン、E フラットメジャー WOO4 楽譜を見る場合は、ルックインサイドのリンクを参照。ありがとうございます。